はい、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日は脱出ゲーム君送る日をやっていきたいと思います。さあ、こちらのゲーム、ジギアさんというメーカーさんのゲームになります。では始めていきましょう。遠い場所にいる大切な人、今年も君に送る火を灯す。いつかまた会えたなら、その時はきっと。僕は今5歳の子供だ。僕には前世の記憶がある。何の因果か、僕が新しく生まれたのは前世と同じ見慣れた町だった。この町には前世の恋人が住んでいる。どうやら僕は1年と待たずに生まれ変わったらしい。けれど5年が経った今もこの記憶のことは誰にも伝えていない。もちろん彼女にも。この体にはちゃんとこの子自身の自我があるから。最近はこの子もしっかりしてきたようで、僕はふとした時に目が覚めるだけだった。そう、このままきっと僕は消える。時間もあまり残されていないだろう。だんだんと記憶も薄れてきている。それでいいと思う。最近の彼女は昔みたいによく笑う。そんな彼女を見られただけで十分だ。それでも僕はまだここにいる。それには何か理由があるのだろうか。ということは、彼女さんは身近な存在、彼女の身近な存在に生まれ変わったってことですかね。あれ、家の鍵どこにあったっけな。記憶が曖昧だ。こんなことが随分と増えた。やはり僕はもうすぐ消えるのだろう。今日はなんだか久しぶりに頭がはっきりしているな。とりあえず家の鍵を探して久しぶりに彼女に会いに行こう。タップして調べる。アイテムを使用するのもタップして選択。選択した状態で使いたいところをタップ。で、アイテムを調べる。選択中のアイテム欄をもう一度タップすると拡大できると。詳細が見れるわけですね。で、最後にアイテムの合体。あ、これは、アイテムを拡大して使用したいアイテムを選択してタップします。3回タップする感じかな。了解。まず机の上が気になる。お早速ノートがあるね。あ、秘密のパスワード。なんか鉛筆とかでなぞるとなんか出てきそうな感じがするね。秘密のパスワードと書いてある。はい、他はこの黒いとこ気になるけど今んとこ触れないかな。で、机の引き出し、多分4桁のパスワードが何かしら。机の下とかには何もない。窓も触れない。このベッドの上のね、このこれ気になる鉛筆ですね。青色鉛筆かな。鉛筆を入手した。青いですね。ドア、とりあえず家の鍵を見つけないと。あ、出ていくものじゃないと。家の鍵はどうやら引き出しの中かな。じゃあアイテムを選んだ上で、鉛筆だ、この子のものだろう。アイテムを選んだ上で、
おお、OKOK、0923ですね。はい。じゃあ、パスワードを。9… あ、行き過ぎだ。23。OKOK。お、開いた。磁石？磁石だ。保育園で使ったんだろう。あった。家の鍵だ。よし、鍵は見つけたし、出発しよう。しっかりと家の鍵って書いてありますね。こうやって細かい、調べれないね。じゃあ出発しますか。イエイ。あ、こんにちは。なつほ。今日はね、君のお母さんと約束してたの。ひょっとして今から遊びに来てくれるつもりだった？今日は私が来たよ。あ、ステージ1がこれでクリア。ネクストに行っちゃっていいのかな、これ。えい。YouTube 広告で成果を出す鍵は、あ、広告が入るんだね。ごめんよ。ごめんよ。すごい暗転した。あ、よかったよかった。え、これなんて読むんだっけ。すいません、調べておきます。植物の名前はね、ちょっと苦手なんですよ。ヒビクサじゃないよね。そうそう。この子が保育園で育ててたのを、この前持って帰ってきたのよ。へえ、懐かしいな。私も昔同じ花を保育園で育ててたの。その花あげようか。じゃあ一輪だけ。あれ、止まったぞ。あ、こっから探索ってことでよいか。じゃあこの辺の、あ、え、踏み台を入手したよ。はい。踏み台だ。これがあれば高いところにも手が届きそうだ。オッケー。この庭の水線は。あ、はい。なるほど。水が欲しいときにここで何かせえと。風鈴触ったけど反応なし。これなんだろう、パンジーみたいな感じかな。いろんな色があるけど、これも特にコメントないね。これなんだろう、あー、わかんない。すいません。一輪だけ切って彼女に渡そう。庭用のハサミがどこかにあったはずだ。お、現状のミッションは庭用のハサミですな。これってひょっとしてこの下にある矢印ってこっちに行けるよってことでいい？今気づく。あ、なるほどね。彼女は、あ、今ドアタップしましたね。彼女はうちに来ているし、外へ出かけるようはなくなったな。なるほど。この工具箱。工具箱届かないの？この。え？この下になんかある？暗くてよく見えないな。うん。そうか、とりあえずこのちっちゃい工具箱が届かんっぽいので。え、なにこれ。あ、はい。よし、これで工具箱に手が届きそうだ。これ、あの、この台を置いている跡がついちゃってるってこと。どんだけ床がやばいのか。あ、でもあれか、5歳とかなら、ギリギリかな、これでも。ちょっと、子供の背丈はようわかりませんが。5歳ぐらいだとどう？ 100 センチぐらい。どうなんだろう。鍵がかかっている。花の数かな？ちょっと待って、何これ。
でもない。え、なんだこれ。なんか黄色が端に2つで、青が2つで、赤と白が1個ずつ。他は特に反応がないかな。自分の部屋戻ったけど、磁石はまだ取れない。これ他のページはもう見れない。で、今んとこは関係なさそうかな。じゃあやっぱ庭の花がおそらく関係があるので、巣がこの並びだよね。え？あ、鉢植えの色を白くしろってことかな。じゃあこの端から2番目が白いので、そう、これとこれを、あ、開きましたね。お、開いた。糸だ、庭用のものだろう。糸があるんだ。よし、庭用のハサミを入手した。へい。じゃあ切って渡しますか。なんとかのなんだろうね、ひなげしとか、わかんないな、の花を入手した。そういえば子供の頃によくこの花の指輪を彼女にあげていた気がする。せっかくだし指輪にしてみようか。お、上手にできた。じゃあこれを持ってお母さんにあげてはいかんね今お母さんタップしちゃった。そうだ、今日は灯籠流しだからね。後でお母さんとお手伝いにしに行こうか。じゃ、この彼女にこれ指輪にしてくれたんだ。ありがとう。ほら、昔はこうしてお花の指輪をつけて私は特別なお姫様になった気分だったの。へえ。やっぱり男の子にはわからないかな。じゃあもう一ステージくらいやっちゃうかな。弓が出ますように。また喧嘩。あの、俺弓ばっかりだから。ちょっと待ってよ。交換しない？ちょっと待ってよ。鍛冶職人に弓を強化してもらおう。できた。これどうする？この右上に出るのね。反応ないんだけど。あれ？あ、よかった。ねえ、どこかで巾着の形のポーチ見なかった？なかったと思うけど。そっか、じゃあ来るときに落としちゃったのかな？大切なもの？そう、とてもとても大切なものを入れていたの。僕、探してくるよ。じゃあとりあえず糸をゲットですな。え、糸いるじゃろ。この下にあるじゃろ。やっぱり来る途中で落としたのかな。今までなくしたことなんてなかったのに。お母さんは、あんた本当に夏穂ちゃんが大好きね。そうだ、外に出るなら気をつけなさいね。一回外に行ってくりゃいいのかな。これはもう謎解けたし、一回外行ってみる。お、外だ。うちに来るならこの道を通ったと思うけど、少し辺りを探してみよう。おや、落とし物案内板につけてます。鍵、町内案内板だ。お、灯籠流しのポスターですね。第36回8月29日の17時45分から。
ほう。あ、鍵。おーっと。鍵はこの下だ。何か道具を使えばどうにか取れるかもしれない。先ほどの針と糸ですかね。あ、あった。これだな。でもチェーンでつないであるな。チェーンで？なんで？交番に届けておくれよ。こんなことするんなら。この先は公園だ。とりあえずこの辺りで彼女の落とし物を探そう。今左側をタップしたら公園だって出ましたね。向こうが公園なのかな。じゃあとりあえず針と糸使いますかね。糸を入手した。あ、針じゃないわ、やっと。あと自分の部屋のあの磁石か、これですね。よいしょ。磁石を入手した。あれ、どうやって合体するんだ。ちょっと待って。あれ、合体の仕方が分かんない。でこの状態で、違うな。ヒント、え、ちょっと待って、合体の仕方が知りたいんだけど。ヒントも何も。でこれを拡大した状態で他のアイテムをタップするんじゃないの。分からん。とりあえず一回出かけよう。これどうやって合体する。え、こう拡大した状態でもう一個選択するって言ってなかったっけ。あ、できた、きた。あ、もう一回画面拡大した方もタップしなきゃいけないのか。よし、これで鍵が取れるかもしれない。じゃあ使おう。やった、取れた。じゃあこれでこのなぜかチェーンでつながれているこれを、え、そう、ダイヤルが動かない。先に鍵がいるみたいだ。これでダイヤルを動かせそうだ。待て待て、え、他のヒントってこれぐらいしかなくない。この青枠と赤枠がヒントか。この先は灯籠流しの本部だ。後で手伝いに行かないと。え？青枠と赤枠。なんか適当にやりたくないな。この辺がヒントだと思うんだけど。おや？なんかめくれたぞ。落とし物。お、36回、何月何日。赤枠と青枠だね。赤、青で載ってる。じゃあ、8月29。待ってよ。8月
青だったっけ。赤青な気がしてきた。オッケー。そうか、逆で乗ってたね。巾着ポーチを入手した。よし、早く持って行ってやろう。よしよし。あんな巾着落とすのって思うけど、まあ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 。彼女のポーチだ。早く彼女の元へ持って行ってやろう。はい。じゃあ彼女に。はい、これ誰かが拾っていてくれたみたい。見つけてきてくれたの？ありがとう。よかった。中身も無事みたい。本当によかった。それって、え？あら、大変。もうこんな時間。そろそろ灯籠流しのお手伝いに行かないと。ああ、うん。おお、というわけで、キリがまあまあ良いかなと思いますので、今回はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。